富山の堀光堂です。今回もよろしくお願いします。今回はですね、質問箱にお答えしますということで、今回の質問は、はい、こちらになります。ありがとうございます。コロナ情報ばかり煽るのもいかがなものかと思いますが、富山変えようと N 国やってますが、富山県そう思っている人いますかということで、今回この、こちらの質問に答えます。はい、ということで、今回の、質問箱にいただいた質問ですね、コロナ情報ばかり煽るのもいかがなものかと思いますがと、いうことですね。まずそこですね、コロナ情報、はい、コロナということで、僕のこのチャンネルでですね、富山県の新型コロナウイルスの感染者について、富山県の、会見の、情報を解説ですね、内容を解説しているっていう、YouTube ライブをやってますけども、それは煽るつもりもないし、そもそも煽ってません。はい、煽ってません。はい、で、それはやる理由ですね、そのコロナ情報をそのこう発信するっていう、その感染者の情報を発信するっていうその理由なんですけど、その感染者の情報をですね、知ることによって、ね、コロナの感染者 の情報を知ることによって感染しないようにしてくださいよっていうことですね。うん、で、感染防止というかね、感染対策というかね、感染しないように、してくださいねっていうことですね。しないようにとしましょうかっていうことなんですよね。はい、っていうのはやっぱりその、僕解説してますけど、そのやっぱり感染者 その行動歴とかね、その情報の中にやっぱりその感染のリスクが、ね、感染のリスクですね、そのリスクがやっぱりその高い行動歴っていうのがあるんですよ。ある感染者もいらっしゃるんですよ。でそうなるとそれを知ることによって、要は感染のリスクが高いですね、高い行動っていうかね、行動を知ることによって感染しないようにですね、例えば、何かをしたことによって した感染者、行動歴に何かをした感染者がことをした感染者がいたとしたら、その行動はしないように控えるようにすれば感染のリスクって低くなりますよね。で感染しないようにできますよね。ということでコロナの情報を発信してるんですよ。はい、で、会見でそうだったらその会見 その動画だけでいいんじゃないかっていうね、その会見の、内容を解説しているので、その会見 その情報だけでいいんじゃないのかなっていうことをおっしゃられるかもしれないんですけど、 もしかしたらね、で会見の情報だけでもし足りるんだったら、ね、その会見の動画だけでいいんだったら、もう僕の動画を見ずに会見だけご覧いただければなと思います。はい、あとはそのテレビとか新聞とかでそのニュースとして知るとかね、でもニュースとかそのテレビのニュースとか新聞って、僕のこの僕のこのチャンネル その解説動画みたいにね、その詳しくはしないからね、詳しくは報道しないからね、さらっと報道するだけだからね、だから全て知ることはできないんですけど、この僕のその YouTube のね、そのこの会見の解説なので、この会見であった内容をここに書いてゆっくり解説するっていうことなんで、ね、知ることできますよね。やっぱり会見ってさらっと言ってることあるから、で結構あるんですよ。特に感染者が多い時っていうのは結構さらっと言うんですよ。だから結構聞き取れないこともあると思うんですよ。でそれをその情報を、このホワイトボードに書いて解説すると分かりやすいじゃないですか。ね、会見だった内容を全て知ることができるっていうことですね。会見を何回も見なくてもね、僕の解説動画を見れば、その特に感染者の行動歴とかね、どんな、行動を取った方が、感染されたかっていうのが分かるの でそうなると、ちょっと繰り返しになりますけど、リスクが上がる行動だったとすると、でそれを控えるようにすれば感染しないようにできるよねっていうことなんですよ。はい、なのでコロナの情報を発信してるんですよ。要は富山県のためにね、発信してる。僕富山県の、
人間というかね、あの富山市、あの富山県に住んでますので、あの、まあ、富山県の方のためにやってるんですよ。富山県のためにやってるんですよ。はい、ということです。はい、なので、煽ってはいません。はい、ということで、まあ、あの続いて、煽るのもいかがなものかと思いますが、富山変えようと N 国やってますが、富山県そう思ってる人いますかということで、まあ、その言葉をね、ちょっとその意味をちょっと汲み取ると、あのちょっと考え意味を考えてみると、その富山を変えようと N 国ですね、NHK から国民を守るとですね、N 国を、やっているけど、富山県にその、あのそれに同意する人ですね、賛同する人、いますかねっていうような、感じだと思いますけど、要は富山県内にその N 国 NHK から国民を守るとに、賛同するんですよね。あの NHK をぶっ壊すんですね。うん、あの NHK をぶっ壊すに、要は賛同する人ですね、賛成する人はいますかっていうことだったと思います。はい、まあそういう意味にすると、まあ僕写真ちょっと言っておきますけど、N 国の人間ではないです。はい、N 国の人間ではありません。はい、要は公認もらって立候補するっていうかね、その公認ももらってないですし、ね、党員でもないしっていう、ことです。はい、まあ、それを前提としてね、お話ししますけれども、はい、まあ、富山県、そう思っている人いますかということで、まあ、その要は NHK ぶっ壊すね、NHK 問題、NHK の受信料問題だと思いますけど、それに関してですね、まあ、NHK のスクランブル放送ですよね、NHK から国民を守る党の、公約っていうのは NHK のスクランブル放送なんですけども、それですね、それを富山県民が賛同してるかどうかっていう、思っている人いますかということなんですけども、僕、その N 国党で、の公認をもらって、選挙に立候補したことないんですけど、まあ、僕、2019年ですね、2019年の、4月なんですけども、富山県議会議員選挙ですね、富山県議会議員選挙っていうのがあったんですよ。2019年の4月、富山県議選ですね、うん、あったんですけど、僕ここに無所属で立候補しました。はい、無所属で立候補しました。要は NHK から国民守る党の公認ではないってことですね。はい、で、立候補しました。はい、で、ここで NHK の問題について言いました。 NHK の受信料問題ですね。はい、受信料問題について、言いました。はい、ね、言いました。で、その結果、まあ、落選だったんですけど、その、僕この県議選っていうのが県議会議員選挙っていうのは、選挙区っていろいろあるんですよ。選挙区っていうのがありまして、で、まあ、僕は、富山市ですね、富山市の第一選挙区っていう、第一、選挙区っていう、選挙区に、立候補しました。富山市第一選挙区に立候補しました。無所属で。で、NHK の受信料問題について訴えました。はい、で、取れた票が、この富山市ですよ、取れた票が831票だったんです。はい、831票の、まあ、要は831人の方、まあ、富山市民の方ですけど、この富山市第一選挙区っていうね、まあ、旧富山市ですね、はい、旧富山市の、その地域です。はい、なので、まあ、例えば八尾とか大沢野とかね、まあ、富山県の人しかわからないかもしれないですけど、その大沢野とかその八尾とかは入ってないです。ここには入ってないです。はい、要は富山市の、まあ、旧富山市だから、まあ、その富山市 その中心っていうかね、一番その人口が多いところですに、立候補しました。で、831票、いただきました。はい、で、ということはですよ、
まあ、その N 国はやってないんですけど、僕 N 国はやってないんですけど、その富山県にそう思ってる方っていうのは、要は受信料問題だよね。この NHK の受信料問題について関心がある人、やっぱり NHK の受信料、ね、あの要は NHK ミトランガニ、ミトランガニ払うっておかしいよね、おかしいねかっていうふうに思ってる方がこれだけいらっしゃるってことです、はい、これだけいらっしゃったってことです。でもっと言ったらね、もっと言ったら僕この富山県議選ね、うん、立候補する前に何にも政治活動とか何にもしてない、政治活動なし、だから活動なしで立候補したんですよ。何にも活動せずに、あのチラシとかポスティングも全くなし、全く何にもせずに無所属ですけど立候補して、でこれだけいただいたんですよ。 NHK の受信料問題ですね、まあ、あの選挙広報とかにも書きましたよ。 NHK の受信料問題について書きましたけど、まあ、それでこれだけいただいたんですよ。票が入ったってことなんですよ。ということは、ね、まあその、まあ、富山変えようと N 国やってますが、まあ、やってないんですけど、その N 国の公認ではないので、 N 国の人間ではないのでやってないんですけど、その富山県もそう思っている方いらっしゃるかって言われたら、いらっしゃるんですよ。去年の4月でこれだけいらっしゃるってことなんですよ。なので、まあ、そう思ってる人いますかということなんですけど、いらっしゃいます。はい。なので、まあ、ね、まあ、もっと活動すれば、もうここ、本当活動なしでね、活動何にもせずにこれだけ取れたので、これだけ、まあ、結構票入った方なのかなと思います。何にも活動せずで、何にも活動せずに、さらに無所属で、うん、何の応援もなく、要は N 国の公認いただいてないから N 国の応援もなく、まあ、そもそもその富山市の方っていうかね、その他の方の応援も全くなくっていう、活動もなくっていう感じがね、まあまあ、選挙期間中は少しはね、まあ、街頭演説とかしましたけど、もうほとんどやってない。まず選挙カーなかったし、選挙事務所もないよ、選挙はがきもないよっていう状況かな。で選挙運動っていうかね、その選挙運動っていうのは、まあ、ポスターは貼りました。ポスターは富山市第一選挙区の、ね、この旧富山市の、まあ、地域なんですけど、そこにポスター貼りました。392箇所かな、392枚のポスターですね。でポスターは貼りました。であと選挙広報とか、あと選挙ビラっていうね、まあ、新聞折り込みと街頭で配ったんですけど、うん、その選挙ビラっていうものもあります。あと選挙広報と、そのぐらいですね、うん、なのでなんか選挙カーもないし、でそんなにその街頭演説もほとんどやってない、ね、ほとんどやってないので、うん、本当数日っていうかね、毎日出てたとかない、毎日どこかで街頭演説とかっていうのも全くなしで、なので、まあ、ポスターとか貼りましたけど、うん、でまあ、あとは NHK の、番組に出演しました。30秒だけ、うん、NHK の番組に30秒だけ出演しました。だから NHK の番組で NHK の受信料問題、ね、を、訴えたってことです。30秒訴えたっていう、まあまあ、そういう活動というか、ね、選挙運動というか、選挙運動期間中には、その選挙期間中にはそのこういう活動というかね、うん、まあ、でもほとんどその街頭演説がないので、うん、なのでそれでもこれだけいただいたので、何の組織もないよ、うん、僕何も組織ないので、まあ全て不動票かな、不動票だと思いますけど、うん、それで831票もいただいたと、いうことなので、まあ本当今回の質問ですね、質問いただいた答えとしてはいますよっていうことですね。要はそう思っている方、NHK の受信料問題ですね。NHK の受信料はやっぱり問題なんじゃないかっていう、まあ例えば集金人とかね、要はそういうところとかのやっぱり問題だよねっていう方は、まあ富山市ですね、旧富山市、富山市第一選挙区っていう旧富山市の地域だけで言っても831名の方はね、いらっしゃると。いうことなんですよ、はい、だからいらっしゃるっていうことなんで、まあまあ、僕、ね、こんだけ票いただいたんで、まあ今も活動してるんですよ、はい、まあ
やっぱりそのちょっとコロナに戻りますけど、そのコロナのことは今こう、まあ、今は NHK の問題よりもコロナのね、あの問題をこう発信してるんですけど、やっぱり僕がね、その選挙とかに出ようとかっていうふうにね、まあ、富山を変えようとっていうかいうふうに思ったのが、やっぱりこの NHK の受信料問題なんですよ。これがもう先なんですよ。まあ、今はそのコロナ問題ってもいろいろありますけど、それも思ってますけど、解説してて、ね、いろいろ思うことあるのでありますけど、やっぱり、うん、こっちがまず最初なんですよ、ね。で今でもやっぱりそのこの NHK の受信料問題っていうのはやりたいと思いますし、まあ僕もその NHK から国民守る党と同じで NHK のスクランブル放送ってすべきだと思います。はい、NHK を見てね、見てないのに受信料払うっておかしいよね。使ってないものっていうかね、うん、見てないものに金払うってそもそもおかしいので、うん、でそれをやっぱり変えようっていうことで、まあ僕こういういろんな活動をやってるんですよ。でまあその中で今コロナってあるからね、やっぱりそれもやっぱり感染しないようにね、うん、特に富山県の方ね、僕が住んでる富山県の、にお住まいの方は特に感染しないようにね、してほしいので、ね、うん、感染者をたくさん出したくないっていうのもあるし、うん、っていうことで、まあ、コロナの情報をまあ、たくさんの方にしっかり知っていただきたいと、いうこと、要は会見の内容を、全部ね、全部こうお伝えしたいってことですね。知っていただいて、で感染しないように、感染防止、感染、対策ですね、していただきたいと思って発信してるってことなんですよ。まあ、ということで、今回ですね、コロナ情報ばかり煽るのもいかがなものかと思いますが、富山変えようと N 国やってますが、まあ、N 国はやってないんですけど、N 国の人間ではないんですけど、まあ、富山県そう思っている人いますかと、いうことで、まあ煽ってないし、ね、これだけ、票をいただいたんで、選挙、実際の選挙でこれだけの票をいただいたと、いうことなので、まあ、いらっしゃいますよっていう。富山県でも、まあ、僕と、まあ、僕の考えに、賛同する、していただける方がこれだけいらっしゃるよっていうことですね。いますよっていうことです。はい、ということで、終わりたいと思います。富山の堀耕道でした。ありがとうございました。